何回かこういった問題はここで取り上げておりますが、私自身がですね、なかなか理解できないと、いうことがあるわけですね。それは例えばこの場合ですけども、節約をしなければならないという道徳がどうも日本には存在するんですよ。私はですね、本当に自分の人生でやりたいことを我慢してまで節約しなければならないかと、その理由ははっきりしないと思ってはいるんですが、とにかく日本人にはですね、節約することは人間にとって重要なことだと思っている人が、多いのも確かなわけですね。その人が江戸時代のこととか考えてないっていうのもあるんですが、そんな難しいこと言わずに言えばそういうことなんですね。ところがこのように節約を進めている人の多くは結構善意なんですよ。いい人なんですよね。いい人なので、言うのは難しいんですが、嘘を必ずつかれるんですよ。なぜ、節約道徳というものは嘘と連結するのかと、いうことをですね、またここで少し考えてみたい。そういう人が実はこの前目の前にいましたんでね、どう見ても人は悪くないんですよ。しかしはっきりとした嘘をつかれるんですね。だからこの問題っていうのは、なぜこういうことに人間はなってしまうのか。病気だとしたら統合失調症になるんでしょうね。同じ人が違うことを言うわけですから。この嘘にはですね、よく聞いてますと2種類あることが気がつきまして、前から多少は気がついてたんですが、第一の嘘はですね、節約してないのに節約しているという嘘があります。もしくは自分は節約してないのに人に節約を勧めるという嘘と言ってもいいんですね。これは再々このブログでも言っておりますが、現在の日本で節約するには手元にお金があったらどうしても使ってしまうわけですから、職場に自分の給料を下げるように頼みに行くとかですね、それから節約して余ったお札を破るというようなぐらいしか方法がないんですけども、こういう人は私一人も見たことないんですよ。だからそういうことはないと思いますよね。そうしますと、例えば月々給料をもらって、月々給料をもらってもご商売されてもそうなんですが、節約するとお金は必ず余りますよ。節約というのはお金を余すことですからね。これを銀行に預けますよね。そうすると銀行に預けると、これはとんでもないことになるわけであって、預金したお金はすぐ会社が借りて有効に使われてしまいます。自分のお金ですから、後で銀行から下ろすのが普通で、下ろさない人というのはあまりいませんからね。そうするとお金は2回使われてしまうので、消費は増えてしまう。節約どこじゃないんですね。自分も節約してませんよ。時期がずれるだけで。つまり日本政府が本当に節約を進めるならですね、まず銀行をなくせばいいわけで、そうするとお金回りが悪くなるから節約になりますね。銀行ってのはもともとお金を効率的に何回か回して、反節約のために存在するわけです。だから政府が銀行を優遇してますからね、現在。だから政府は結果的には節約を進めていないと。したがって個人は節約できない。日本は今節約できないんですよね。節約しようと思っても、別のものに使うっていうだけなんですね。それからもう一つの問題はですね、日本の指導層の問題なんですよ。例えば一流大学を出て一流企業に勤めたり、テレビ局なんかで、タレントになったりするとお金持ちなんですよ。そういう人が結構節約を言うんですよ。で、例えば NHK ですね。NHK は私憎いとかそういうことないんですが、NHK の社員というのはほとんどが高給取りです。平均給与はかなり高いんですね。これは受信料を払ってる人よりも確実にお金持ちなんですよ。それなのに NHK が受信者に節約を結構進めるんですけどね。これ何ですかね。例えば NHK の社員が一人当たり1000万としますね。1700万という話もあるんですけど、議論が起こると嫌なんで1000万としますね。日本の平均給与は400万から500万ですからね。ですから NHK は自分が高給取りで、1年に1000万ずつ使っているにもかかわらず、500万しかもらっていない受信者に節約を解くわけですよ。で、これはね、善意だと思うんですよ。これね、NHK に誤魔するわけじゃなくて、悪意とも考えられないんですね。つまり自分が1000万もらって自分が使うのはいいっていうわけです。500万に減らさないんですよ。500万に減らせば必ず節約できますからね。半分節約すると大変ですよ。で、その500万を
まあ、これ慈善事業に寄付してもやっぱりそこで使っちゃいますから節約にならないんですけどね。まあ、あの破くとか、まあ、NHK の受信料半分にするとか、まあ、そういうのはいいかもしれませんね。だからこの時に NHK の社員でですね、映像をその節約がいいという映像を作る人、まあ、例えば CO2 減らそうとか、資源を使わないとかリサイクルをしようとかいうふうに呼びかける番組を作る人はどういう気持ちなのか、本当のところをこうなんか聞きたい感じがしますね。節約気取り、本当は節約してないけども自分としては節約気取りをするっていうんであれば、あんまり人に勧めるのはちょっとどうですかね。でもう一つ難しい問題がありまして、これはこの前ですね、ある人からメールをいただいてるんですよね。目的が正しいから嘘はいいんだというふうに思ってんじゃないかっていうメールをいただいたんですね。温暖化は防止は正しいんだからデータは間違っててもいいんじゃないかっていう、これも NHK 的な報道なんですね。これも NHK になって申し訳ないんですけど、まあ現実的に NHK がそういう体質なんで、まあ例を出すとするとすぐ NHK になっちゃって困るんですけども、まあそういうことなんですね。世界の平均気温は最近15年間全く変わってないんですね。まあ、ところが NHK のアナウンサーはこの前、ますます激しくなる地球温暖化と言ったんですよ。私聞いてましたから。ええ。このアナウンサーの原稿はアナウンサーが勝手に言ったんじゃないんですよ。アナウンサーの原稿は必ず正式な手続きを経てですね、ライターがまず書きます。そのライターが書いたものをディレクターなどがチェックし、必要に応じてはちょっとした会議で確認してアナウンサーが読みますからね。だから、NHK のアナウンサーが言ったことってのは正式な報道なんですよ。じゃあなぜ NHK は15年間全く気温が変わってないのを知っていながら嘘を続けるのか。この知っていながらっていうのはですね、これも読者の方に教えていただいたんですが、この前深夜番組で NHK が15年間温度が上がってないと、むしろやや寒冷化してるって放送をしたらしいんですよね。したという連絡がありました。他からもありましたんで、まず間違いないと思います。だから知ってるんですよ。知ってるけども、昼の多くの人が見るニュースでは、温暖化がますます激しくなると報道してるんですね。だから同じ放送局で深夜番組では、寒冷化してると言って、昼の番組では温暖化してるとこういうふうに言ってるわけですが、この理由はですね、一つは温暖化を防止することが人類にとって必要なことだからどんな嘘をついても言おうというふうに思い込んでるのか、それとも政府が温暖化防止を進めているのでそれに反すると予算を認めてくれないからという利益主義なのかわからないんです。今まではですね、私は NHK は政府にごまを吸って、中立報道してないんじゃないかと思ってたんですが、もしかしたら思い込んでるかもしれないですね。というのは NHK の他にもあんまりメリットがないのに、つまり民法なんか別に政府にごまを吸んなくてもいいのに、温暖化を防止しなければと言って錯覚して張り切ってる放送局とか新聞とか映像会社があるんですよ。これも実は読者からあの映像会社はなんでこんなことを映像にしてるんですかって質問を受けて困っちゃったんですよね。つまり人によっては温暖化が怖いから自分の人生の時間を犠牲にしても、まあ、部屋が暗くても温暖化を防がなければならないと確信してる人も多いんですが、他の人でですね、例えば私なんかが寒冷化するから CO2 を出さなきゃいけないと考える人は現にいるんですよね。どっちが正しいか分かんないんですよ。私は寒冷化すると思ってますけど、武田はですね。だけど他の人が温暖化すると思ってたって別に構わないわけですよ。どっちが正しいかは分からないんですからね。ところが温暖化防止に熱心な人はですね、私をバッシングするんですよ。お前は意識が低いとか間違ってるとかいかがわしいとか怒るわけですね。つまり上から目線なんですよ。我々とですね、物理とか気象なんか知らない人も僕に怒ったりするんですけども、これどうしてかなと、なぜこの道徳、一見道徳的だと思われることが上から目線なのかっていうのはちょっとわかりませんね。まあ節約とか温暖化もし大切だとしたらですよ、これは人類が同じ思いになる必要がありますからね。世界では最も浪費をして CO2 を出しているアメリカと中国に訴えなければ意味がないんですが、それは自分はできないから自分のできる人、つまり身近な人をバッシングするっていうことになってるんですかね。つまり強い人には文句言えないんで弱い方に文句を言うっていうのは、これはちょっとどうですかね。また全体像なんで見えないのかって気もするんですよね。日本では1990年から、環境の大切さが叫ばれまして、節約とか温暖化防止っていうの一色ですけども、
それからもう24年経っててもですね、世界各国は物質消費を増やして経済成長するという政策を取り続けてきました。日本も最近でアベノミクスといってですね、お札を135兆円刷ったり、新規設備投資を促したりしております。お札をするってことは消費を拡大するってことですね。賃上げなんか露骨に言ってますよ。今度消費税が上がるから賃上げしなきゃいけない。なんでかったらみんなが物を買ってくれなきゃいけないって言ってんですよね。私はね、まあこんなこと言うとまた少し過激になっちゃうんですが、人間として最も醜悪なことは、自分の利益によってコウモリのように右でも左でも向くことだと思うんですね。節約といえばかっこいいと思ったら節約という、裏では全部お金を扱ってる、経済政策では、みんなで消費しようと言いながら消費を抑えようとしようとする、まあ、NHK がその典型ですが、国民には CO2 をマイナス 6% まで減らしましょうと何回も呼びかけて、 NHK 自身は 80% 増やしていたんですけども、よくこういうことできるなと思いますね。私はちょっと恥ずかしくてできないんですよね。だって昔から日本的なことっていうのはですね、誠なんですよね。だから私は節約を通じて自分の大人がその場限りの理屈をこねて、しかも他人をバッシングする、つまり自分が恥ずかしいはずなんですね。まあ、内心分かってたらいいんですよね。自分は節約を呼びかけてるけど実際は節約してないとか、 NHK だったら、自分の方が給料が高いのに、受信者の方が給料が低いのに、 NHK ってのは低い給料の受信者から受信料を取って自分の給料をもらってますからね。まあ、それだけでもちょっと申し訳ないなと思ってると思ったら、自分は年間1000万使ってるのに、年間400万とか500万しか使ってない、人に向かって節約を呼びかける、人をバッシングする、僕なんか NHK にバッシングされてる一人なんですけども、なんでバッシングされるのかなというふうに思いますよね。で、まあこれはまた最近いろんな人からも質問を受けですね、道徳的な人がなぜ悪いことをするのか、道徳的な人というのは嘘をなぜつくのか、道徳的って難しいですからね。ですから現実的にはなかなかできないんですよ。だからまあ道徳的なことを言う人は元から嘘を言う人なのかもしれませんね。わかりません、非常に難しくてわからないですね。それからもうちょっと一つ付け加えるとですね、嘘を言ってる人が威張ってるんですよ今でも。まあ、僕なんかいつも武田はけしからんって言うんですよ。なんでですかって、お前は正直に言うからって。いや、まあ、その正直に言った人が文句言われるっていうのはね、ちょっとどうでしょうか。今でも温暖化にしてもですね、リサイクルにしても、まあ、リサイクルなんか全然されてませんが、リサイクルをしろしろって言った人が大きな顔してるんですよ今でも。私はなんとなく馴染みませんね。道徳ってのは一体何なんでしょうか。